あやさん、おはようございます。今日はレオンサーキットにですね、林さんがウミガメ練習会に出ているところを見に行こうかなと思っております。ガスガス EC250 というバイクのですね、シェイクダウン走行に、行ってるので、どんな具合かですね、ちょっと見たいなと思ってですね、ちょっと矢印に行こうかなと思って、出ておりますが、12時からの林さんの走行に間に合うように行きたかったんだけど、今到着予定12時10分ということでですね、またギリギリの戦いに今日はなっております。そしてあと帰りは霞ヶ浦を湖畔を走って帰ろうかなと、まあ、そんな予定にしております。寒いなのか。さあ、あと1分で着きます。あと12時10分だから、林さんが走る時間あと5分あるから、2週か3週は見れるんじゃないか。2週かな。じゃあレオンサーキットにバイクで来たのは初めて。関係者以外立ち入り禁止だね。よしと、ここだ。お、あそこそこ、危ねえ。じゃあレオンサーキットをですね、出ました。今何時、2時35分ですね。こっからはですね、霞ヶ浦に向かっていこうと思います。レオンサーキットでね、ちょっといろんなお知り合いの方とお話ししたりですね、あと新車ってわけじゃないけど、新しい初めてのバイクを下ろす初走行ですね。ということでですね、ちょっとどんな、今ギア抜けた、ギア抜けたね。見てたんですけれども、ぜんざいを食べましてですね、1月2日のあれと同じでですね、おしることぜんざいって何が違うのって、ただおしるこはなんかこしあんで、ぜんざいが粒あんなんですか。だから1月2日に食ったのもぜんざいですね、今日の食ったのもぜんざいですね。林さんはね、シェイクダウンの方はね、ニューマシンのシェイクダウンどうかっていうとですね、まあ、なかなか苦労してましたね。ヒルスイッチが効かなくてエンジンが止まらないとかですね、まあ、そういうマイナートラブルからですね、やっぱりサスペンションの、減衰がやっぱり自分でしっくりこないと、もっと柔らかくしたかったということであるとか、あとね、ギアがやっぱ合わないって言ってましたね。1速だとショートすぎてすぐ吹き切っちゃうし、2速だとロングすぎて、走りづらいと。この道はスクランブラーを買って引き取ってきて来た時に通った道ですね。1年ちょい前に、まあ、去年、一昨年の12月か、まあちょっと話それましたけど、でそれで、なのでなんかね、もう早速ね、もう一回ショップに預けたいと。よし、霞ヶ浦に出る道。レンコンってどういう感じでできるんだろうね。これは今作ってる途中なのかな、もう作り終わったところなのかな。作り終わったとこって感じか、よう分からん。さあ、ということで、霞ヶの裏に、これでこの湖畔の道路に出ました。よし、最高。じゃあ、ここからはいつものルートですね、道の駅玉造りに寄っていくかどうしようかっていうところですが、霞ヶ浦の湖畔ツーリングを楽しんでいきたいと思います。イエーイ、霞ヶ浦だ、ヒャッホー。しかし
ちょっと天気が悪い。風が強いし、ちょっと曇って。飛行機。まあいいや。湖畔のこの信号のない道路を軽快に走ることを楽しもう、今日は。さあ、ちょっとね、さあ休憩、景色見ながら休憩したいんだけど、だからそんなに天気良くないし、風も冷たいし、なんだからそんなに泊まりたいっていう感じもしないんだよな。これはちょっと困ったぞ。どうしたものか。不思議とね、この間も言ったけど、霞ヶ浦の方が寒いっていうパターンがね、最近そうなんだよね。この堤防道路がないと、水面とこのこっちのレンコン畑ってそんなに高さの違いないんだよね。ちょっと低いんじゃないかぐらいの感じがあるけど、どうなんだろうな。もしかして干拓したのかな。そうなのかもしれないね。あっちのあの森みたいになってるところまでは、実は前は霞ヶ浦だった的なことなのかもしれない。あー広い。ここは霞ヶ浦の広さを感じるね、随分と。日本2位と言っても、琵琶湖と比べるとだいぶ小さいのかな。だいぶでもないのかな。あ、ここ霞市ステーションなんだよね。ここで食べ物とかちょっと寄ってみよう。入ったことないから。自転車とかの人がよく利用してるみたいですけど。あ、霞ヶ浦市交流センター。あ、いいね、休憩にぴったりだわ。よし、はい、2階このような感じ。カワフグフィッシュバーガーって、カワフグってなんですかわかんないけど、650円です。いい値段ですね。タルタルソースも美味しかそうだったので、ちょっとお腹減ったし食べました。2階はね、何ですかね、これもっと湖よく見えると思ったけど、そうでもないね。外の方かな。でも寒そうなんで、ここでいただきます。こんな感じですね。いや、ちょっと雲がかかってきてるね。まあ、そんなに風は冷たくないですね。ちょっと青空がないのがいまいちなんで、ちょっとどんどん行きますかね。じゃあ、湖畔、ほとりの駅湖畔っていうんですね。ほうほう。ここで川福バーガーっていうのを食べました。650円ね。はい、川福バーガーね、美味しかったです。結構時間かかったんだけど、多分ね、多分っていうか揚げてたんですね、その場でね、揚げたて、で、まあ、いつも揚げたてかどうか分かんないけどね、お昼時じゃなかったから準備してなかったんで、もしかしたら油の温度も下がってるぐらいの勢いだったんじゃないかなと思うんですけど、でもちゃんと美味しく揚がってましたね。中までホクホクね。白身魚の、なんだろうね、あれは白身魚で、結構食べ応えはある、厚みのある、フライでしたね。タルタルソースとね、レタスもしっかりシャキシャキ感があって結構入ってましたね。霞ヶ浦に来てね、そのなんか地のものを食べたいなっていう向きにはちょうどいいものかなとは思いますね。で、道の駅玉造りに今もう見えてきましたね、霞ヶ浦大橋ですが、もう食べたし休憩したし、特に買うものもないので、まっすぐ左側の岸を通ってですね、帰路に着きたいと思いますので、これを普通に渡ります。まっすぐ渡ります。さあ、じゃあ、あとはトリッカーの走りを、軽快な走りを楽しみながら。あれ、ちょっとギアが今4速から5速から6、4速から5速か
配慮が悪かった。